八橋は、京都を代表する和菓子の一つである。名前の似た菓子として、聖八橋があり、本校で合わせて説明する。米粉、砂糖、日記を混ぜて蒸した生地を薄く伸ばして焼き上げた型焼きせんべいの一種。形はこと、または橋を模しているとされ、長軸方向に凸になった湾曲した長方形をしている。八少年は半然としないが、 1689年を掲げる資料なども多い。生地を焼かずに切っただけの聖、八橋、さらに派生して聖八橋で粒あんなどを包んだ商品も存在する。聖八橋の登場は1960年代と比較的新しいが、現代では特にあん入りの聖八橋で生地に抹茶やごま、あんに果物やチョコレートを用いるなど、 創意工夫が凝らされており、焼いた八つ橋よりも、聖八つ橋の方が好まれる傾向にある。安入り聖八つ橋を単に、八つ橋と呼ぶことも増えており、区別のために焼いた八つ橋を、焼き、八つ橋とする造語も生まれている。今日では、八つ橋、聖八つ橋ともに、京都を代表する名家として認知されており、2006年の、京都市による、統計調査では、 京都観光の土産として菓子類を購入する人は96%に上るが、そのうち八津橋の売り上げは全体の45.6%を占めている。また、和菓子として消費者がそのまま食べるほか、前菜や酒のつまみ、料理の食材として使う飲食店も一部にある。聖八津橋は古くは地区費によって包まれていたが、現在は、 賞味期限を伸ばすためにほとんどが真空パック詰めされている。そのため、真空パックを開封しなければ賞味期限はおおよそ9日から11日となっている。ただし、昔ながらの製法を特徴としているメーカーの商品の場合は、保存料や酸化防止剤を使わず、真空パックもしない品質保持についても昔ながらであるために、 賞味期限は季節にも夜が2日から4日と他メーカーの製品と比較して極端に短い。今回孔明寺にある八橋兼業の墓、葛飾北斎による三河の八橋の小津八津橋の期限は不明な部分が多いが主に以下の2つの説が挙げられる。総局の海祖と称えられる八橋兼業を忍び、 ことの形を模した東を、八橋と名付けたとする、雪火人として名高い有原の成平を忍び、伊勢物語第9弾、柿津の舞台である、三河国八橋にかけ、八枚橋の板の形を模した、菓子を作ったとする節京都の八橋製造業者の、団体京都八橋商工業共同組合に、加盟する14社のうち、八橋兼業の説を支持するのが、 正五院八橋総本店、伊津八橋元本など6社、伊勢物語の説を支持するのが、本家西尾八橋、本家八橋の2社である。上記のいずれの説でも、元六年間に原型が作られ、現在に近い形になったのは、共放年間としている点は、共通している。元々の発売時期も、半然としないが、 1879年に京都に鉄道が通ると西尾松太郎が京都駅で土産物として販売を開始し1915年の大正天皇即位の祝賀行事で京都を訪れた人々が買い求めたことで全国的に有名になったとされるその間に西尾松太郎から事業を引き継いだ息子の西尾ためじが1900年のパリ万国博覧会に 八橋を出品して、ギニ賞を受賞している。この頃の出版物には1926年に、京都府内務部が発行した京都名物紹介本、K の花があり、その中で、八橋の起源について、西尾田目次の祖先が、三河の僧侶から製法を教わって、1689年に、小護院の森で販売を始めたとの記述があるが、 それ以上の詳しいことは書かれておらず、真偽についても不明である。1960年代には、聖、八橋が考案され、ついで美中が、聖八橋で案を包む商品を考案したとされる。前述した通り、八橋の普及には、西尾松太郎、ためおさむ親子とその祖先が関わっている。しかし八橋に関する文献の多くは戦後、発行であり、 正午院八橋総本店、井筒八橋本保からの聞き取りに頼る部分が多く、戦前に発行された京都名物紹介本、経の花についてもため、おさむ本人から聞き取った内容を掲載しているだけの可能性があり、詳細についてはいずれも正確性、中立性が保証されていない。ゆえに前述した起源についての二つの説を含め、 業界各社で発祥などをめぐって対立するケースも存在する。最古の業者をめぐる対立、昭護院八橋総本店と本家西尾八橋は共に創業について、経の花の記述に近い、1689年に昭護院の森で歌詞を発売したという点で共通しているが、これには両者の設立経緯が関係している。西尾ためじは、 個人で、和菓子店、玄格堂を営んでいたが、玄格堂を1926年に法人化して、誕生したのが、正五院八橋総本店である。その後に経営危機からためおさむは、経営を知りくが、ため、おさむの長男、西尾ため市が1947年に、個人で、八橋の製造販売を再開し、後に、本家西尾八橋の元となる。 和菓子店を開店する。西尾ため市の和菓子店は1952年に法人化した際に、本家八橋正五院西尾を名乗ったが、正五院を名乗り、創業264年、本家八橋といった文言を宣伝に用いたことで、正五院八橋総本店から提訴される。1959年に西尾側が、 正護院などを使用しないことで和解が成立し、社名からも、正護院を削除して、今の社名となった。法廷で事実上、西尾メジの継承者は、正護院八橋総本店が認められた形であったが、1969年に、京都府が、100年以上続く、老舗業者を表彰した際に、最古の八橋業者として、 本家西尾八橋が表彰を受けた。これを不服とした昭護院八橋総本店は、表彰されるべきは自社である主張を記した、商護院文書と題した冊子を同業他社に配布するに、至った。なお、西尾亀寺をルーツとする業者は他に、亀、治の次男、西尾亀忠氏が構えた、八橋西尾忠氏商店、三万。 西村玄太郎が構えた本家八婦橋が存在している。このうち少なくとも本家八婦橋は本家西尾八婦橋と同じ創業地、創業年を掲げているが、本家西尾八婦橋がため、治むの祖先としている創業者について、本家八婦橋は西村彦左衛門と具体的な名前を挙げている。なお、西村聖は、 西尾松太郎の旧姓である。五人表示に当たるかを争った、裁判裁判で争点となった、新数1689の表示の一例子のように、西尾ためじをルーツに持つ業者は、1689年に、小護院の森で歌詞を発売したと公表して、宣伝に用いるケースが存在するが、前述のように期限については、不明な点が多い。 八橋県業の説を支持する六社のうち、商五院八橋総本店を除く五筒八、橋本穂など五社で構成される経営メーカー、八橋工業共同組合は、2017年5月に、商五院八橋総本店に対して、発祥に関する誤解を与える表現だとして、是正を求めて、民事調停を申し立てるが、商五院八橋総本店は、法で定められた。 民事調停の対象ではないと主張して、不成立に終わった。2018年6月には井筒八橋本保が、単独で、昭護院八橋総本店に対して、表示差し止めなどを求めて、京都地方裁判所に提訴する。裁判では、昭護院八橋総本店が用いる、創業元禄2年、新数1689といった表示が、 不正競争防止法が禁ずる、誤人表示に当たるかどうかが争われたが、2020年6月10日に、表示は、創業年だと解釈される、品質などを誤認させる表示には当たらないなどと、判断にして、伊豆津八橋本保の請求は棄却された。伊豆津八橋本保は引き続き争う姿勢を見せたが、 控訴は2021年3月11日に大阪高等裁判所が、上告は9月14日に最高裁判所が、それぞれ帰却し、5つ八橋本保の敗訴が確定した。以下に、主な八橋を製造する業者と創業年、各社で独自の名称をつけている、安入り八橋の名称を挙げる。なお法人名と別に野号が存在する場合は、 法人名に続けて、書きで表記する。ありがとうございます。